皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。日本人です。本日2023年6月2日、まあ、昨日の、ワールドビジネスサテライトを見ていて、ワールドビジネスサテライトの皆さんへメッセージなんですけども、まず、佐々木キャスターかアナウンサーかちょっと分かりませんけども、まあ、佐々木さん、もともと髪の毛染めてなかったと思うんですが、今では髪の毛を染めている状況で、表記されています。まあ、私の見立てでは本人は染めてはないんでしょうけども、コンピューターグラフィックなんじゃないかなと。まあ、それは科学業界の責任であって、そのような間違えた、プログラムを使用することによって視聴者の人たちに誤解を与える、そういったことを私はとても、まあ、嫌がっています。で、まあ、もともと1985年の阪神タイガースが優勝した時の動画を YouTube で見ていただいたら分かるかと思うんですけども、まあ、外野の席、まあ、内野もそうですけども、お客様の人たちのその髪の毛の色を見た時に、ね、髪の毛を染めてる人間なんかほぼいないんですよ。だから昔はそういう良い一面があった。でいつの間にかテレビ出てる出演者の人たちに髪の毛を染める者たちが多く増えた。まあこれはまあバラエティ関係の人間が多かった、音楽業界含めてね。でそうすることによって世の中これだけ髪の毛を染める人間が増えてしまったと。私が二十歳ぐらいの頃に、まあ兵庫県内で、まあ、河川がやたらと、緑色に変色していると、これどういうことなんだろう、おかしいっていうことで、同じ従業員の人間と車に乗って河川をずっと上流まで遡っていくと、まあ、染め物の工場だと思うんですけども、川にそのまま垂れ流していたと。まあ、そこは営業やめてもらいましたけども、今円安じゃないですか。で輸出業が盛んになると。で、この状況下でその髪の毛を染めることが平気になってしまっている人たちは、海洋基本法違反だということを分かっていない。河川海をケアしてはならないと記載されてますんで、髪の毛を染めるような薬品等は、まあ、その自分の皮膚に、ね、接触した時に皮膚がヒリヒリしたと思うんですよ、頭皮とか。でこのような劇薬を、まあ、劇薬っていう意味はその毒物みたいな意味でね、今言ってるんですけども、海とか河川海に流してはこれは危ないんだと、危険だなと、そういう意識がね、普通の人なら持ってるはずなんですよ。一回髪の毛染めたことがある人間だったら。でもう今後髪の毛染めるやめようって思うんだけども、それがね、どうしてもできてない人たちがテレビ出演者の人たちに多かった。はっきり言って中卒基本給しか与えられません、そんなレベルの人たちは。まあこれは裁判所の裁判官にもなかなかいらっしゃらなかったはずです、髪の毛染めてる人は。これは国会議員の人たちもそうですし、天皇家の人たちもまず髪の毛を染めたりはしません。それは危険なことだからです。それは日本の歴史が今まで痛々病とか水俣病とかあって、まあ、あの辺は水銀を海に垂れ流したりとか、まあ、それだけじゃなくてね、あの時はもともと第二次世界戦争を負けた後1ドル360円だったでしょう。でものすごい円安であった。でそれは作れば安値で売れるから、海外へ輸出が何もかも売れていた1980年代なんて、アジア の船の 98% を日本が作ってましたから。だから世界全体で見ると世界中の船のうち半分を日本が作っていた。まあそれぐらい当時は造船が盛んであって、まあその後だんだん為替相場はまともになって、韓国や中国の造船が発達して、まあ今現在ではあちらの方が安いのかな。今の為替相場だったら韓国とは五分五分ぐらいですかね。まあかといって、まあ今の時代そんなに船が受注があるかっていうとそうでもないですし、まあどちらかというと先を見通した船、水素船だったり、そういったところに注目が集まっているのであって、
まあ、従来の船だったらね、今まで作ってきたから中古の船とかいっぱいありますから。まあ昨日そのテレビの放送を見ていて、その日生さんの人が、あの女性の方が左手の方に出ていらっしゃいましたけども、まあその人もは多分自分で髪の毛染めてる方でしょう。でもうこれみんな見受けられるんですけども、その髪の毛染めるところから不良化していくんですよ。で言葉遣いも荒くなる。だからあの番組中におっしゃった言葉で気になったのが、このままだったら政府が舐められますもんねって言ってるんですけども、その舐める舐めないの話ね、普通の一般人言わないんですよ、幼稚すぎて。それもともと何かって言ったら、第二次世界戦争があったでしょう。でまあ米軍の人たちにチョコレートとかガムとか飴を子供とかに、まあ大人も混ざってたんだと思うんですけども、その当時配っていた。で、学校の授業とかでね、雨舐め始めたりとか、もしくは部活動の時とかにね、それでお前舐めてんのかどうかっていうところでね、口の中開けてみなさいみたいなところでね、言い始めた言葉だと思いますよ。例えばまあ、少年誌とかで表現すると、ダセーっていう言葉がありますけども、深く解釈すると、もともとそういった意味ってないんですよね、言葉で。ダセーで生きてる人間のことなんじゃないかなと私は思っています。その仕事を、なんていうんですかね、その仕事だけを、ただただこなすだけで、見聞を広めようとしない他の状況だとか社会全体的な状況とか理解しようとしない、まあこの間公務員の、まあ、自分の担当に就かれてる方がおっしゃってたんですけども、その人はあっさりとね、僕はニュース見ないんで知りませんっていうことをあっさりと言ってたんで、まあその人はもう社会情勢とかの世界からまあ、完全に逃げ出してる状態で、正直それじゃ公務員は務まらないなっていうのが、まあ私の見解ですね。本当は公務員の人たちの方がね、固い人間でならなきゃならないのに、家帰ってから1時間なり2時間なりの自主勉強しようとしない。それじゃあね、無理ですよ。なぜなら公務員であるにもかかわらず、こういうふうなケース、どこの公務員の窓口に電話すればいいんですかっていうことを聞いてもわからないんですよ、その人たち。勉強することをやめてしまってるから。だからどうなるかって言ったら、先ほど言った通りのケースになるんですよね。で、法律についてしっかりとよくわかってない人たちが働いてるものだから、例えば私のケースだったら、貸金請求事件、まあ損害賠償請求事件と置き換えてもいいでしょう。まあ、仮執行までの判決が出たものに関して、被告人が東京都と、神戸市内にいると。で、そのものの住所を明かしてほしいということで、まず区役所に行きました。そうすると、まあ、個人情報方法なのか何なのか、追い返されました。で、東京都の方に関しては、私の方から法律名などをいろいろと、言って、話をできるだけ一番上まで上げてほしいと。この会話した記録を保存しておいてと。話長いですから、全部は全部あなたも覚えられないでしょうと。いうことで、上の方まで話し上げてもらって、その被告人だった人間、まあこれは仮執行で勝訴ありますから、まあそれもコピーして送りました。で、その人間は移転してたんですけども、住所明らかになりました。まあこういうふうな形でね、それは都政六法の中で、情報の公開をしなきゃならないっていう条例があるんですよ。で、政令指定都市は六法全書か現行法規か現代日本法規のどこかで、
まあ、何の法律名だったかはちょっと今覚えてないんですけども、各政令指定都市は都政6法の内容に従わなければならないっていうことになってるんですよ。っていうことは、本当は神戸市も情報を明かさなきゃならないんですよ。だから法律のことをよく分かってない人間が窓口にいっぱいいるし、残念ながら、例えば裁判所の書記官の方も、まあ私から言って本人も気づかれた方なんですけども、まあ、現在は即時抗告をしていて、書類の提出が追いつかなくて、請求の趣旨、原因が明確ではない、法律名がないっていうことで、棄却されて即時抗告みたいな形を、したんですけども、で、後から書類を、追いかけて提出するような形で、まあ、コピーとかはね、どうしても時間かかって、あれ大変なんですよ。相手方まで。作っていると。で、何日も時間かかる。で、六法全書も一回読み直しをすると。まあ、関係なさそうな法律を次々飛ばすんですけども、それでも何日か、全ての項目を目を通そうとすると、時間がかかる。で、それをパソコンにある程度記載する。まあ、そういうふうな作業でね、日々追われていたりとかもするんですけども。法律のことだけじゃなくて、窓口の仕事としても、その即時抗告をしたときに、訴状を一旦返すじゃないですか。棄却した時点でね。私に。原告の人に。そしたら、即時抗告したときに、訴状を返してしまってるから、これ、もう一回訴状を出さなかったら、高等裁判所の裁判官の方も、これ、わからないですよねっていうことを電話して言ったときに、まあその担当の書記官の人は、そうですねっていうことになったんですね。だからそこで私が言ったのは、まあ原告の方でこういうふうなケースがあった場合、書記官の方の方から担当の、訴状をもう一回提出してくださいと。まあそういうふうなことをおっしゃってあげていただけますかと。これは気づく人と気づかない人きっといらっしゃると思いますということでね、働き方のその仕事の仕方の改革をどこの仕事場を行っても見受けられるんですよ。正直みんな仕事はしっかりできてないんですよね。その窓口の仕事すら、それがテレビ局でも見受けられる。やっと本題に入るところなんですけども、まあ、ビットコインとか仮想通貨の歴史は知っています。仮想通貨に関しては、まあ、もともと、物と交換できるだのなんだのっていうことで、まあ、小さな数千円からの投資で、一人の日本人が始めたのか、まあ、イギリスの人と組んで行ったのかぐらいで始まった事業とも呼べるような内容ではないよう、内容で物事がスタートして、まあ、国家の信任がなかったら、国が扱っているお金には帰れませんから、法律でそうなってます。で、それが、まあ、お金を投資する人たちが現れて、金額がまとまってきて、それを物に交換するだとか、ここはそれができるだとか、それをテレビで放送し始めた。で、ますますお金が集まってきた。どこが先駆者となったかというと、ワールドビジネスサテライトなどです。池上彰さんの番組でも池上彰さんがそれを言ってしまっている。進めるような内容で一度言ってしまっている。なのでその時点で随分数年前に私は言いました。国家の信任の内容のものは違法行為ですと。その、全員芸能界でも、テレビ出てる人たちが自然と話す内容でね、ああ、ビットコインとかに手つけてるんだなっていうことすぐ分かりましたから、もうすぐに手引いた方がいいと。もう今から潰しにかかるからっていうことで、数年前に言いました。で、まあ今年に入ってから、アメリカの銀行等で、まず仮想通貨を扱っていたところが、まず、いの一番に倒産しました。中堅どころの銀行らしいですけども、まあ2件は確実に倒産して、スイスの銀行も倒産してと、まあどうせ仮想通貨扱ってたところでしょう。まあ、それは認められないから、無理なものは無理だと。いうことでね、役員入れ替えたとか、まあ、私から言わせたら民法でね、まあ、向こう、アメリカの国とかも同じでしょ。三審と以内まで請求かけれるでしょ。あと、一般社団法人に関する法律、まあ、
名前はちょっと今コンパクトにしますけども、法律名。そこでも役員の人たちの責任に関するところ、連帯責任とかもいろいろあるし、そもそも創業者の人たちの責任とかもありますからね。そこで設置するときに国が関わっていたら国の人たちまで責任及びます。で、その人たちの口座、土地、建物、車、まあ、売れるものすべてですね、貴金属類、差し押さえで競売にかける。まあ、それで、国民の人に、お金で、金銭で償ってもらうと。それを行ってもらわなかったらね、ただただ役員の人を入れ替えしただけじゃ意味ないんですよ。お金返してくれなかったら。その分みんなの消費税になって返ってくるから。だからその辺のところをね、進めてしまったテレビ局にどれほど大きな過失があるのかっていうところで、まあ、本当はね、本当というか、まあ、すぐにでも僕は行ってほしいことは、もう各テレビ局、もう最終的にはみんなビビタ公演進めてしまった方だから、はっきり言って、ああいうふうな放送をしてしまうと、今のうちに入っておいた方がうんぬんまで言ってますからね、言ってる人は。で、社としてね、我々が、経済一辺倒になりすぎていて、物事のことの良し悪しの善悪の区別がついていない状態でしたということで、見余ったということで謝罪会見をぜひ開いていただきたい。まあこれはテレビを見ていてね、僕はテレビ出演者の人たち、まあ報道関係の人たち含めて叱るか叱らないかで言うと、それは叱る方向に動きます。もともとあなたたちも聞いてるはずですよ。麻生太郎さんが大臣の頃から。あいつの勢い止めんじゃねえぞっていう言葉とかおっしゃってくれてます。野田元総理も君側でいいと、国会大きな声で、おっしゃってくれてます。岸田さんも、お前側でいいよっていうことを、まあ朝の、まあ内閣の人たちが集まってる朝礼の時におっしゃってくれています。で、これはもう歴代の総理も皆さん、ほぼ全員だと思いますよ。畑山幸雄さんももともと僕に会ってから総理になられた方ですし、まあ、多くの方たちが僕のその対応してる内容はね、戦争、例えば今だったらウクライナとロシアの停戦だったりとか、まあ、スーダンもそうですし、まあカンボジアもそうなってくるでしょうし、まあシリアはだいぶ落ち着き始めてるみたいですけども、まあアラブの国々のその連盟のところに復帰をしていただきましたし、あれもともと本当はね、僕は投げ出した後、もう一回メッセージ実は送ってるんですよ。それは何かって言ったら、その、イラクでアラブの春に関して、最終的にロシアとウクライナに、ロシアとトルコに地上軍を出してもらって最終殲滅をして行う。もらったと、まあ、戦争は最後は地上軍を出さなかったら絶対終わらないんです、空軍だけでは。でその辺の提案をしたのは私あって、まあプーチン大統領が西側諸国を軍事同盟国として扱うように任務に当たってほしいっていうところも言ってほしいって言ってもらって、それを世界的にテレビで放送させてほしいということを申し上げて、プーチンさんはそれを受け入れてくれて、その、まあ、請願法や陳情による内容、まあ、日本の政府を通せるのか、そのままダイレクトに誰かが伝えたのか、そこまでは私の方では分かりませんけども、まあ、中国経由かもしれませんし、それは実際日本の報道機関でもしっかりと放送されました。その時にプーチンさんの人気、SNS でももうすぐ上がってたんですよね。西側諸国と東側諸国は一体化されて、一枚岩になってアラブの、春イスラム国を、殲滅させたと。で、その後次に出てきたのがシリア問題だったんですけども、そこには反体制派の中にアルカイダとかいろんなグループが混ざり込んでいた。で、私はいつも停戦を呼びかけてるんですけども、グループの数が50を超えていて、話がまとまらないということで、もう西側諸国を引き上げてほしいということで、まあ、シリアはもともとロシア側であって、もう任せた方がいいんじゃないかと。まあ、こういうふうな形になってね、まあ、シリア、まあ、西側諸国はそこで一歩引いた状態なんですよね。で、対応していただいて、うん、だからその辺の話もウクライナとロシアの戦争を終結するのにいるんじゃないかなと僕は考えていたりだとか、まあ、うん、
経済だけをね、そのワールドビジネスサテライトの方たちは経済だけを知ってりゃいいんじゃないんですよ。もう今は経済を中心の世界では絶対ダメなんですよね。エネルギーの残存量問題、これを中心に軸に考えなきゃならない。でこの間6月1日、いや違いますね、5月30日に解体キングダムという番組を、まあ、NHK で放送していただいたんですけども、これはワールドビジネスサテライトの人たちでも淡井圭介はだいぶ前からこういうふうなことを言ってるっていうことで、まあ、あの仕事中にいろいろ会話されてるかと思うんですけども、東京都のね、あの大きな建物の群れ、これ本当に全部解体できるものなのかどうかっていうところでね、まあ、あの解体キングダムという番組を NHK で作ってもらって、この間の放送がその、まあ、5回目ぐらいですかね。でその時に私はやっとあの解体キングダムという番組欄に気がついて、まあ録画ができたんですけども、世界貿易センタービルの解体なんですけども、1年8ヶ月かかってます、あのサイズの建物だと。で私が住んでる神戸市の西本町という駅があるんですが、中央区に、まあ、神戸のハーバーランドのすぐ近くにあったホテルなんですけども、そこは阪神淡路大震災の影響で、1995年ぐらいから、ほったらかしになってたホテルで、結局解体に動いてるんですよね。で半年ほどはかかっていました、解体するのに。20階建てぐらいの大きさで、横幅20メートルぐらいか30はないかなぐらいで、奥行きもそんなにないですね、10メートルぐらいじゃないですかね、奥行き。それぐらいの建物でも解体するのに半年以上かかってるんですよ。で、本当はそういうふうなところにスポットを当てなきゃならないのであって、そのワールドビジネスサテライト、まあ僕はホームページに何を記載しているのか、そういった番組もね、社として彼が毎日、まあ一番のところを見ていただいたら、毎日彼がどのようなことを、ホームページに記載しているか、あと YouTube で何を述べているのかっていうところをね、しっかりと理解してもらったら、早め早めにね、継承を促すことができる。その、株の価格は上がりすぎてたでしょ。それに関して、どう考えてもおかしいんですよ。仮想通貨相場が始まってるでしょ。で、まあ僕の言葉を一部代弁していただいているのがウォーレン・バフェットさんで、まあ、ああいうふうに動かれて、日本の商社の株を買い増ししたと。で、その後ちゃんとウォーレン・バフェットさん言ってくれてるんですよね。これから先も銀行は潰れていくだろうと。だから仮想通貨扱ったところはまだ本当はたくさん残ってるんでしょっていうことで。で、これに関して、日本が仮に仮想通貨を扱ってなかったとしても、先にも僕は日本国内を固めようとしましたから、日本国内で仮想通貨を扱ってる銀行は多分ないなと思ってるんですよ。日銀の黒田さんとかにも話は言っていたし、まあ、日本ハムの新庄監督、まあ、監督に就任される前にテレビの CM で、仮想通貨は国家の信任のないものですっていうことをはっきりと述べていただいてるんですよね。だからそれは違法行為でありますよっていうことを言ってるのであって、さすがに日本の銀行は仮想通貨今扱ってないと思うんですが、もしかしたら一時期扱っていたんだったらそれテレビで公表してほしいし、現在ももし扱ってるようなところがあるんだったらそこは危険なところで、そこは役員総入れ替えしなきゃなんないし、もちろんその人たちは経営能力がなかったと判断して、それはもう口座土地建物差し押さえて金銭で償っていただくと、まあ車とかね、金属も含めてで三親等以内まで請求かけれます。で、まあはっきり言ってそこまでするとその一族終わりですねっていうことになります。で、そういうことをしなかったら後の世代の人たちが間違えるんですよ。やった者勝ちの世界なんて、ね、パソコン持ってる人だったら分かったと思いますよ。やるっていう意味ね、罪を犯すか殺すかですよ。やった者勝ちは絶対ダメ。そんなことテレビで喋り始めたらダメ。言葉遣いが全然しっかりできてない。
それでアナウンサーなのっていうところが私からの、要望ですね。それじゃ言葉のプロとは言えないっていうところで、だからそういう言葉遣いは私は普段から気をつけてるし、状況的にそうさせられてるんですけどね、まあ、スポーツの勝ち負け云々とかがあって、それ頭の中でよぎっただけで、例えば阪神タイガースで例えるとストライク入らなくなったりだとか、そのワードがよぎった瞬間だけね、一球一球ごとに、状況が変わるんですけど、だから自分の頭の中まで変えなきゃなんないし、さらにはコンピューターが電波で何か言ってきて、それに対して即座に対応しなきゃなんないっていうことを、まあ、試合中ずっと行ってる。でそれに対して対応できる人間じゃなかったら、あそこまでのことされると、そこの球団は、まあ、ボロボロに負けるでしょうね。だからずっと将棋をさしているような感覚に近いんですかね。まあそういうふうな形でね。あと頭の中貸したりとか、まあ腕の力とか体温とかもそうですけども、そういうことを行いながらね、選手の能力を上げて、で、活躍をしてるっていうのは実情であって。だからそういうふうな世界も知ってもらわなかったら、日々淡井圭介がどれぐらい苦労しているのかっていうところも、理解していただけないんじゃないかなと思います。だから毎日どんな生活を送ってるかって言ったら、阪神タイガースの試合が終わるまで一切遊ばないんですよ。もちろん甘いものを食べません。おやつ等も含めて、ね。それ食べたら、感覚的に今喋っただけでも一瞬体の力が抜けたからわかるんですけども、甘いものを食べると人間自分の行動が甘くなるんですよ。自分で検証したら分かります。甘いものを食べた時、自分が何を喋ってるのか、頭の中でどういう言葉ワードがよぎってるか、行動がどうなってるのか、すぐに動けてるかどうか、まあこれはね、その後すぐに言葉の組み立てでも戻せるんですよ、自分の状態を。例えば僕だったら淡井圭介は芯が強いっていうことをしっかりと、まあ、述べると、まあ、心の声でもいいでしょう。頭の中で考えるでも。そうすると、芯の強い自分ができる。で、これ、ことわざのね、意味をよくわからない人が、ことわざ使い始めると、めちゃくちゃなワードを自分が言ってるなっていうことに気がつかなくなる。例えば、気が強いっていう言葉は、相手を責めっぱなしの人間のことなんですよ。漢字の辞典を、まあ、じゃあ言葉の訂正、まあ、やっぱりこういうふうに言い間違えるんですよ。相手攻めるのは良くないから。だからそれもスポーツの勝ち負けで反映されるので、そういうふうな形で両面、その辞書とその現実的に結果的にどうなるかっていうところで、今ちょっと体の体温がね、変になってきたので浄化をかけてますね、法律用語で。だからルールは法律っていうことも述べなきゃならなかったりだとか、選手に関しても、各自の行動や言動は各自の選手の責任っていうことにしておかなかったら、同じチームの人間がガムを噛んでいたら、その選手がエラーをするんじゃなくて他の選手がエラーをするんです。そういうふうな現象を今年の試合だけでもう何度も見てきました。で、これは観察能力は非常に長けてる人間のところまで到達しないと見極めることができません。あと神がかり的な力も両面知っておかないとね。あと法律と、で、台風消滅もそうですし、最初今台風2号がありますけども、最初発生した時は最大瞬間風速70メートルぐらいの表記だったと思います。で、まあ、発生地点は、ミッドウェーの海戦の位置から東の方へ200キロほど離れたところまで私の方でずらしてるんですけども、まあ、もともと戦争が原因じゃないかなと思ってます。台風の発生する地点を見るとね、どう考えてもそうでしょう。で、他の近くで、発生している台風の地点も、まあ、何か海戦とかがあったところで、まあ、昔から、国境間 の, その隣接している国同士で、
戦争があったりだとか、日本だけじゃなくてね、まあ、アヘン戦争とかそうでしたし、だからその辺のところでいろいろ影響が出てるんじゃないかなと。その当時のお亡くなりになった人たちの怒りとか、私にはそう見受けられるから、まあ一度テレビを通して、あの世の方たちのお説教ということで、自分たちが戦争に駆り出されたその怒りはわかると。だけどもそれによって多くの人を巻き込んで、さらに人殺してたらあんたたちも同じことしてるよっていうことを私は、言ったりだとか、それによってね、台風の威力が落ちたりだとか、そういうふうな現象っていうのは見受けられます、はっきりとね。で、まあ今回の台風2号に関しては、途中で最大瞬間風速80メートルという表記になって、上空からの衛星写真では台風の目がしっかりとあって、まあ中央の部分だけ雲がない状態で、まあかなりの、まあ、勢力じゃなかったらああいうふうな現象は起きないとされています。まあ見立てとしてはそれで合ってるんじゃないかなと思います。その後台風の目がなくなっていくんですけどね、こちらの方で、要するに日本列島で大抵どこの地点でも風が吹いてたでしょ、あれ先に台風の風取ってるんですよ。まあこれは僕の考え方なんですけども、で威力を軽減させていく。で、まあちょっと話は変わりますけども、今年アメリカでハリケーンが発生し、4月ぐらいだったと思うんですけども、まあ大きな被害が出てると。で私はテレビに向かって、あのハリケーンもどうにかしたいんだけどっていうことを言うだけで、まあ頭の中で組み立てた内容をコンピューターがそれを読んで、コンピューターも人間が使った神がかり的な力すべて覚えてます。で、まず普通の人間ではできないところまでの神がかり的な力をコンピューター扱えます。攻撃することも可能なんですよ、神がかり的な力で、ね、皮膚裂いたりとかね。僕がそれやられたんで、まあその時の状況っていうのはかなりきつい状況だったんですけど、まあ、その後アメリカではハリケーンは発生していません。そういったニュースは見ていません。毎日ニュースメイトをしてますけども。ニュースウォッチ9と報道ステーションとワールドビジネスサテライト。で、それを言った後、日本全土である程度の風が吹いています。要するに、ハリケーンっていうのは、竜巻であって、それをある程度の国土面積があれば、分散すればね、大したことないんですよ。そういうような方法も使ってますし、うん、まあ今沖縄付近に台風2号が来てますけども、今瞬間最大風速は昨日の21時時点で35メートルまで低下。まあそれはね、多分最大瞬間風速80メートル70メートルの話が、多分ね、話が大きく表記されすぎたんだと思いますよ。そこまでの威力は多分なかった。これが正しい見立てだと思いますね。っていうのはテレビに出てる出演者の人たちが言ってしまうでしょ、台風化のその大型化とかその勢力云々をね。それ言い始めるとコンピューターが音声拾ってるから、ああいうふうな予想図が出てくるんです。で、実際に本当に大型化してしまうケースがあるんです。だからその辺のところで、強引に僕とコンピューターで神がかり的な力で台風を抑え込んでいくような形で物事を進めています。で、進路に関してあそこまで、一番最初の進路はほぼ真横に進んでた進路なんですよ。で、その方向へ行くと、ベトナムか中国に直撃するコースで、フィリピンも通るというような形なんですけども、それを、偏西風という話を利用してね、偏西風を台風に当てる形で曲げていってるんですよ。で、これによってフィリピン、台湾への直撃は回避できてるんですけども、残念ながら沖縄にはどうしても台風の勢力、県内に入ってしまうと。ただしそこまでに時間的猶予はあって、威力を軽減させることができると。
まあ、こういうような仕組みなんですね。だからこれはもう爆発を僕はもうだいぶ前か数年前から同じようなことをずっとしているので、できますし、ただどう考えてもあの世の人たち輪廻転生とかの話は本当だなっていうのは分かるんですよね。その神がかり的な力のスポーツの勝ち負けだけじゃなくてね、例えば2021年かな、それぐらいの頃に、兵庫県西宮市人命会病院という精神病院に入れられたんですけども、もうあの人たちはもう空から見てるから、淡井圭介に悪いところがない、むしろ相手が悪いっていうことをよく分かっているから、警察官が間違って連れて行ってしまってると。で、まあ要するに天が泣いてる状態ですよね。だから日本全国的にあの頃は夏場であるにもかかわらず雨降りっぱなし、夏場に入れられてるんですよ。7月下旬ぐらいからですかね。あの時もずっと雨だったでしょ。甲子園も雨だったし。だから、それが現実的なところであって、人間の世界と人間の行動とすごくリンクしてるんですよ。接続されてるっていう意味でね。で、まあ僕の中で一番最上位なのは結局宇宙を作った存在であって、まあそのいかに大学の教授がね稚拙なのか、あと医療関係の大学がいかに違法行為を行っていたかっていうところで、効きもしない薬をいっぱい今まで売りつけてきたでしょ。精神病院の性抗心薬、まあ睡眠薬は必要だとしてもそれ以外の薬なんか必要ないんですよ。全てどうやら毒が含まれてるみたいで、それを飲ませて患者をおとなしくみたいな形で考えてた。で、その考え方が昭和27年ぐらいの法律の考え方で、第二次世界戦争の頃なんですよね。その世界からまだ医療関係が抜け出せてない。で、他にも例えば中村逸郎という人がロシアのことをとにかくテレビ出て、まあ、関西のニュースライブ正義の味方っていう番組、私の提案で作ってもらった番組なんですけども、その人出すんだって言ってるのにいつまでも出して、その人も一応大学の教授みたいなんですよね。大学との教授と准教授にろくな人間がいない。で、報道ステーション関係でも医療関係の大学の教授が出ていましたけども、奇抜な髪型と服装と髪の毛染めてる、その人間にも精神病院に入院されてる時やっぱりストレスだいぶ溜まってますから、もう敬語なしで言いましたよ。お前にも何回も言ったやろっていらんように、ね、聞きもしないようなくせにいつまで売りつけてるんだ、それ早く削除せえ言っただろうって、お前大学の教授だろうっていうことを叱ったんですね。これ全部法廷に上がって裁判官がね、裁判所真実が全てだから本当に効力はない、もしくは患者を傷つけるものであると、そういった内容をしっかりと認めてもらったら思いっきりたくさん薬なくなりますよ。それで税金の無駄遣いがだいぶ減るんですよ。あと精神病院に警察官もちょっとしたことで連れていかないっていうところで、ね、まあ健常者として生まれた人間は精神病院に連れていくんじゃなくて、本当にその人に過失があるんであれば、罰金刑にすると。で、罰金刑は裁判所で決めるものであって法廷に立つ権利がありますから、みんな法廷でこちらにはこういう事情があったっていうことを、言う。そして、まあ、あと警察官の人たちが、例えばね、分かりやすい例で言うと、まあ、暴走行為、暴走族なんかは、絶対認められないものなんですけども、エネルギーの残存量問題とかをね、書類化して、僕のホームページに書いてるから、コピーするだけで簡単に作れるじゃないですか、そんなものすぐに。それを何枚か、コピーすっておいて、本人たちに渡しておいてあげると。実はなって、世の中こうなってるんだよって。もうこれだけエネルギー少ないんだよって。多分今、石油だったら、残りの技術的採掘可能な埋蔵量50年分、下回ってると。で、ウラン鉱も、大体それぐらいであると。今、建設予定のものまで含めると、今稼働してるのは430基程度ですけども、大体それぐらい。で、これ、今後の建設も含めると、600何十基あると。ただ、これはよくわからないんですよ。それまでに廃炉されていく原発もあるでしょうから、帳尻合わせで大体、稼働するのは500基ぐらいなのかな、どうかなもありますし、1基あたりね、30万キロワット級の、その、
原発と130万キロワット級の原発じゃこれ大きく違うでしょう。だからその辺のところでもね、そこまで世界中の国のところまでは正直手が回らないので、今ホームページで作ってるのが日本中の原発 の、 運転をし始めた期間が、まあ、何年であるだとかで、結局津波が一つのポイントになってるから防波堤、高さ20メートルの防波堤を作ればいいだとか、まあそういうことを国会議員の人たちに申し上げたりとか、その委員会の人たちとかに、ね、まあそれで原発フル稼働の方向へ僕は持っていこうとしてるんですけども、ウラン鉱自体が800万トンぐらいなんです、技術的に採掘可能な埋蔵量が。でそのうちの 0.7% しか、原発で使えません。でそこから計算すると、原発で使用されているのは濃縮度が2から5% なので、間取って 3% ぐらいで計算すると、結局800万トンのうち1万トン分ぐらいしかないんですよ、原発に使用できるものが。核兵器なんかに、ね、使ってる場合じゃないですから。だからその辺のところで耐用年数がその分量で何年持ちこたえられるのかっていうところ、世界中でそのワールドビジネスサテライトのあの変な計算の仕方見たから、あの中央アジアサミットで、まあ、あの辺りの国はウラン鉱を大量に保有してる国があると、まあ、技術的に採掘可能な埋蔵量っていう意味でですよ、保有っていうのはまだそういう実質的に持っているわけじゃなくて、あの今から掘削しますよというようなところで、埋蔵量がかなりあるところはあります。で、まあ、そこでね、その輸送の距離的な部分でね、まあ、周りの近隣の国で使うべきなんじゃないかなっていうのが僕の見立てで、で多分ね、あそこまで国境がロシアと近いということは、ロシアもそのあたりでは本当はウラン鉱採掘できるんじゃないかなと、あるんじゃないかと、地下と地下でつながってるんじゃないかなっていうのが僕の見立てであって、ただしもともとそのワールドビジネスサテライトはその中央アジアサミットが終わった後に、今のところ中国は250発分のその核兵器の分のウランとプルトニウムがあるっていう表記がされてるだけであって、本当に核兵器に転用してるのは多分そんなにないでしょう。で急にワールドビジネスサテライトが中央サミットが終わった後に、1700発の、核兵器を持つことになるっていうことを言ってるんですよ。だからそれを言うと、だから違法行為だっていうことを僕はずっと言ってるんですよ。だから本当に持ってる核兵器の数とかを言わなきゃなんないし、それはまだ掘削も始まってない時点であって、掘削した後、採掘した後、遠心分離機とかにかけて濃縮して、で原発に回すのであって、今中国、まあ僕の方からも進めたんですよ、その輸送ルート云々を考えたら、どこの国がどの燃料を使うべきかっていうことを逆算していくと、まあもちろん原発は難しいものだから、急にね、G20 じゃない国が扱おうとしても、その国の人たちにもし何かあった時に対応できるんですかっていうところがありますから、今までちょっとした原発事故なんか山のようにありますから、日本もすぐにその修理できるだとか復旧できるだとか、そういうふうに技術的なところだから、図面のこととかもよく分かってなきゃなんないし、設計のところね、でシステムもよく分かってなきゃなんないし、そのウランとかがどういうものなのかっていうこともしっかりと分かっておかなきゃならないし、それだけじゃなくて金属は金属疲労というものがあって、長年その例えば溶鉱炉として使っていたものとか、まあ原発でいうと炉心のところの金属、分厚い金属のところとかですね、ああいうふうなものもずっと圧力がかかりっぱなしだと金属に疲労が溜まっていくんですよ。で分子や原子の世界でだんだん壊れていってるんですね。で、ある日突然大きな釜が割れたりするとか、まあそういうような形になるんですよ。それは建築業界のクレーンも同じで、ある一定の重量を超えたら急にクレーンが金属の塊にぐにゃって曲がるんです。本当に。それはもう僕は工業高校出身で、曲げ試験とか、まあそれは溶接のね、試験で曲げ試験っていうのがあって、鉄板2枚あって、その間をね、溶接してつなげるんですけども、これを
U 字までギュッと曲げてしまいます。あの厚さ1センチぐらいはありますよ、そういう風なものね、ギュッと曲げて、でアーク溶接なんですけども、うまく溶接したら中に気泡が入らないんです。空気のね、その空気が入ってない状態、そういう状態であればその溶接したところが割れないんですよ、亀裂が入らない。だからその溶接の技術、まあありと見なしてもらえるのは試験の時に、まあ合格するかどうかで、そこの曲げ試験で亀裂が入らないかどうかなんですね。だからここまで金属がぐにゃってこう曲がるんですね。でもともと金属とはそういうものであると。で例えば尖閣沖諸島で1万2000メートル以上深いところに油田があるとかどうとかの話で、あるも掘ってみなきゃ分かんないんですよ。でそんなことを学者さんたちが言い始めるでしょ、専門家とかの人たちが。じゃあその話を真に受けるでしょ。で尖閣諸島で中国の方が尖閣諸島は我々の領土だみたいなことを言い始めたんですけども、もう今から15年ぐらい前ですよ、けどそんなところのその深さってもうどうしようもないんです。今海底で一番深いところは1800メートルのところから掘削、まあ多分ガスか石油だとは思うんですけども、採掘しているのが今の人類の限界到達地点で、それよりも深いところあとどれぐらいまで行けるのかで考えると、急に1万2000メートルは絶対に無理です。上からかかってる荷重が1万2000トンですよ。金属持たない持たない、簡単にへしゃげます。本当によっぽど分厚く作ってもひしゃげられる可能性が非常に高い。これは潜水艦とか乗ってた人たちはどれぐらいの深さまで潜れるのかをよくご存知です。やっぱり潜水艦って人間が中通路として通ったりとかしますから、あと機器の間とかで、ね、空間とかありますから、空間があるから水圧がかかってきたら潜水艦深すぎるとへしゃげるんですよ。だからどれぐらいの深さまでしか潜れませんよっていうのがあるんです。この潜水艦は何メートルまでとか。だから潜水艇で海の底とかの潜水艇で、まあ、最大何メートルのところまで調査しに行っただとか、そういった話があるでしょう。その辺のところで物事見なきゃなんないし、正直ね、その中国政府上層部の方たちもそのどこまで深く潜れるかを知らなかったと思うんですよ。だから経済一辺倒の人たちがその先走ってで、そういうふうな考え方でおっしゃってしまったんじゃないかなと思うんですね。そこは我々の領土だとか、革新的な利益があるだとか、まあ、革新的な利益の前に、その前に国境ですよというのが、本当の、社会なんですけども。で、それ、今はまあ、中国側に送ってるメッセージなんですけども、多分その深さ、どこの国も無理ですよと。今のところ1800メートルが限界地点ですし、っていうことで、そうじゃなくて、私の97ホームページの97地震についてのところに、世界中のね、地震が何年から何年までの間に、マグニチュード5以上かな、それぐらいのところからで、世界中地震の発生回数とか深さがどれぐらいとか、深さに関しては真ん中の下の方に出てます。もうずっと時間が動いてるので、まあその内容を追っていくのに、まあなかなか大変な作業かと思いますけども、ずっと世界中各地でいろんな地点で地震が発生しっぱなしなんですよね。だから尖閣諸島のところの底に本当に原油があったとするのであれば、そのまま東シナ海のガス田にもしかしたらもう今まで現状つながってる可能性があるんですよ。で揮発している、それは海底の中で岩がね、その亀裂が入る、で、隙間ができる、そして海底からの石油が自然的に揮発される、東シナ海のガス田に流れ込んでいくと、まあ、こういうふうな構図であると。まあ、その可能性がありますのでっていうところでも、中国の方には私の方からメッセージを送っています。まああとは日本の政府はどう判断するかとかなんですけども、まあもう
掘り出すことができないですから、まあそれはそれで、まあ東シナ海から採掘できたらいいんじゃないですかっていうのが、まあ僕の見解なんですね。だからその辺のところでテレビで放送する前に自分たちでまずしっかりと調査して、それをテレビでどういうふうな形でコメントを添えて放送するか、これを各テレビ局の報道機関の人たちが理解してほしい。だからエネルギーの残存量問題とかの方が先で、世界の五大問題となぜ地震が発生するかについて、いまだにプレート説なんか言ってる人、本当にもういい加減にせんともう刑務所行きにしますよって、本当に僕もうそこまで腹立ってますから、テレビ見ていて。あれだけやめろって言ったのにって、一応池上明さんの番組でそれ間違えてますよっていうことで、私もプレート説は嘘だと思いますっていうことは言ってもらいました。どう考えてもそうです。そんなもん地震発生したあの被災地で、いた人間は分かるんですから。地面と地面がね、こうガタッと段差できてるんですよ。その間を見たら層が少なくともたった1メートルほどの間に3層はあるんですっていうことはね、プレート説がね、仮に地下1万5000メートルぐらいのところだったとしますよ。それまでの間に土といろんな粘土層とかいろんなものが何百何千とあるはずですよ。たった1メートルの間に3層あるんですから。ね。普通に考えたらわかるでしょ。地球は自転もあるんです。同じ方向にぐる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 回ってるのに、地球の中心に向かって重力がかかってるのに、なぜプレートとプレートが入り込むんですって。あなたちゃんと工業の世界分かってますかと、工業高校とか出身してますかと、工業大学とか、どうせ知らない人が言ってるんでしょっていうことになるんですよ。なぜなら車の事故見たら分かるでしょ。金属はね、当たったらへこむだけで跳ね返ったりしない。それはバネ加工してるんです。金属をバネ状にスプリング状に加工してるから、重みがかかっても反発力が出るように作ってあるんです。金属層があったとしても、プレートとプレートが入り込んでもへしゃげるだけ。その説で言うとね、もともと僕はそんなものはないと分かってますね。1日に今およそですけども1億バレルほど消費してるんです、石油だけで。それプラスガスの採掘とウラン鉱の採掘とか、石炭の採掘、あと金属類の採掘で、そこを採掘するまでに土砂をかき出したりとかもしてます。ものすごいスピードで地下が空洞化してます。それで一斉崩落等によって地震が発生している。こちらの考え方の方が正常です。それプラス雨が降るのと、海の底にも地震等によって亀裂が入る。中に水や砂が入り込んでいく。砂が壁とかに当たることによって徐々に壁が削れていく。これは、河川の石を見てもらったらわかると思いますけども、あれは水だけでああいうふうに石がね、何万年かかけてへこんでるんじゃないんですよ。大雨が降った時にある程度石とかは転がってくるんです。で、砂も流れてくるでしょうし、そういったものが石に当たってるからだんだん削れるんです。で、同じ原理で河川の底も早急にコンクリート化を、してあげなかったら、地震があるものだから河川の底にひびが入る。湊川という河川が神戸市兵庫区にもともとあって今でもあるんですけども、私は子供の頃にあの河川の底を降りて遊びに行ってたことがあるから知ってるんですけども、その時に河川の底が、僕は子供の頃だから1980年代ですよ。阪神・淡路大震災があったのは1995年です。で、何年前からそうなってたのか分かりませんけども、そこのコンクリートのところが厚さこれぐらいしかないもんだから割れてるんですよ。で、抜けてるんです。縦横まあ2メートル前後ぐらいの大きさですね。ゴボッと抜けて、で、そこから下は深いんですよ。要するに水がずっと通過して、そこからずっと空洞化をずっと広げていた。まあ、河川は水が流れっぱなしで、特に雨降った時は水量が上がってくると。で、大雨の時とかはかなりの水量が流れるので、大きな石とかも転がってくると。で、そこから、地下で空洞化が広がって一斉崩落で阪神・淡路大震災が発生している可能性も捨てきれない。で、もともと資源の採掘をどれぐらい兵庫県内かでしていたか。まあこれに関しては、関東大震災に関しては、いろんな資源の採掘をしていたからですよ。
金属類ね、そんなものは大昔から穴掘ってます。でまあそれによって一斉崩落が起きて関東大震災が発生した可能性が非常に高い。でこれは各、日本の地域どこでも同じです。で北朝鮮なんかは結構正直にニュースを放送してるんですけども、震度4の地震が発生しましたと。で石炭の採掘所が一斉崩落しましたと。まあ、原因はそれだと思われますっていうことを正直に放送してるんですよ。だから何があったかって言ったら、私から言わせたらね、そこまで裁判怖がらなくて、自分たちが採掘していたところで一斉崩落が起きて地震が発生している可能性があるっていうことを自分たちでね、本当は言えばいいんですよ。で、消費者の人たちにも責任がある。みんなでしっかりと節約しましょう。みんなで電車、バス、徒歩を利用しましょうっていうことになるんです。で、できるだけ海外旅行はやめましょうとか、結局節約に回らなかったら意味ないんですよ。だからそれを基準にして経済運動を語ってくれなかったら、私から言わせたら、ワールドビジネスサテライトで放送してる内容もちゃんちゃらおかしい内容は山ほどあるんですよ。あなたたちお金のことしか頭なんかないのって。違うでしょって。みんなの命の方が重要でしょって。法的にもそういうこと分かんないのって法律名を上げて、僕はホームページに貼り付けないと、わからないふりずっとするんですかっていうことになるんですよ。だからそれぐらいテレビを見ていて、腹立ちそうになるときはなりますね、正直。なんか言ったら仕事を終えるんだろう、この人たちって。私が上司だったとしたら、ちゃんと覚えて、それ軸にもの言ってくれる人に入れ替えましょうかっていうことになりますよ。君たちだったら危険だからって。日本全体が。他国の人までそれ見て誤解し始めたらもっと危険です。で、株価に関しても世界中で銀行が仮想通貨扱ってたところが次々と発覚して、まあ、体裁的には、まあ、銀行を倒産させてというような形になります。で、あとはその役員の人たちの口座土地建物をしっかりとその国の厳しい人たちが差し押さえにして国にお金国庫を返納させれるかどうか、それによってまあ損失分のちょっとした穴埋めをしていくと、まあ三振と以内までの請求ですから、そういう人たちはお金持っている人たちですから、親族も含めてね、まあそれなりの返済額にはなるとは思いますよ。だからその辺のところでどういうふうな形になるのか、それをまず見極めることが優先であって、それからどこの株を買うか、はっきり言って国に属する人の調査機関の人でも世界中のね会社のその仮想通貨を扱ってた会社がどこなのかまで、そりゃもう追い切れませんよ。大企業とかだけに的絞ったとしても、世界中で見たら何千社何万社になって、さらにそこへ世界中の銀行の話でしょ。そんな調査なんか追い切れない、人間の手では。だから各国が自国の銀行をどう取り締まるのかっていうところをまず見て、そこから出てくる損失、各大企業に影響あるのかなどうかなをここ1年で見ると。でそうすることによって来年の3月期の決算が出た時に純利益はどんなものなのかで、どれぐらい飛び火があったのかな、これを見ると。まあ、それまで様子見ですよ。これが正しい考え方です。まあ、資源の採掘等に関しては、それは資源が尽きたら終わりですから、それは採掘に動くのは目に見えているものであって、だからウォーレン・バフェットさんは、手堅く大手の商社、まあ、資源の採掘、まあ、権益に関わっているところを買ったと。まあ、一番手堅いところを、買ったと。その行動が正しいんですよ。正しい。その後ウォーレン・バフェットさんが言ってることを世界中の多くの経営者や大きなお金を動かす人たちは聞いておかなきゃならなかった。これからも銀行は潰れるだろうと。だから仮想通貨を扱ってるところ、ウォーレン・バフェットさんたちのバークシャー・ハサウェイの人たちならかなりの情報を保有してるから、その判断ができると。まあ僕もそういう話が出てきてから、ある程度自己判断や、その他の情報を見て状況を確認してっていうことになっての判断になってくるんですよね。本当はワールドビジネスサテライトに出るぐらいなら、そこまで頭回る人間に出てほしいっていうのは僕の要望であって、まあ1時間ほどの会話になりましたけども、これ聞いてもらったらね、すぐにあなたたちなら覚えれると思います。で国会でも
もともと多くの議員さんの人たちに認めてもらってるんですけども、各歴代の総理は言ってくれてます。大臣クラスでいいっていうことで、まあ、僕の存在ですよ。だからそういう建前とかがなかったらね、みんななかなか僕に耳貸してくれなかったし、まあもともと5、6年ぐらい前までとかだったら、ジャニーズ関係の連中とかが待ち伏せして、喧嘩売りに来てると。まあそういう方だね。まあテレビ出たぐらいでそんなもん調子乗られてもっていうところですよ。知識がなかったらダメなんだからと。だからまあ僕も社会人としてそれなりに経験して30歳ぐらいの頃に弁護士さんなしで裁判勝ったりとかだから、まあ20歳そこそことか20代でそこまで世の中のこと分かるかって言ったらそれはそれで無理だろうなっていう感覚もちゃんと僕も持ってるんでね。まあ、ジャニーズも急拡大した方ですから、大体ね、もう僕の所属した会社もそうなんですけど、急拡大するような会社っていうのは、人を育てるのが絶対追いつかない。自分のところの自社の売り上げばっかりに目がいって、で、法律違反ばっかりするような会社になる。で、自分たちが法律違反をしてるっていうこと気がついてないんですよ。だから、その辺のところの教育っていうのを法律用語を交えてね、自社でしっかりと行ってもらわなきゃなんない。だから、ジャニーズさんも、急拡大、スマップさんあたりから大ヒットし始めて、急拡大した方だから、あれだけね、ジャニーズジュニアを増やして、で、次々にグループを、世に送り出して、じゃあ、管理体制が、まあ、もう行き届かなくなるのはもう目に見えてますね。だからもうその時点で、まず、スマップさんや、トキオさんや V6 さんあたりかな、そのあたりまでの人たちがある程度法律身につけて後輩の人たちに教えてあげれる人たちになっておかなきゃなんないんですよね。ずっとテレビ出て稼ぐ、でテレビの正直テレビに出てる回数があるからこそ世間にグループ名の認知と、まあ、各個人名まで覚えてくれるファンは覚えてくれます。まあなかなかだけども一般的な人はそこまで名前は覚えてくれないで、まあ、スマップさんだと、木村拓哉さんとかドラマとかに進出して、ある程度みんながいろんな業界に分散して進出していたから、スマップはあれだけの知名度を得れて、曲を、まあ、聞いてみようかな、次どんな曲を出したのかな、聞いてくれる人たちがいて買おうかな、どうかなになるんですよ。グループの飽和状態に突入してますし、売り上げ出そうと思ったら一部としてテレビに出なきゃなんない。ただしテレビに出たら出たでそれで忙しくなるでしょう。だから後輩にそういう法律を交えた、教育っていうことをしてあげれる人材に、慣れてないままジャニーズというグループは大きくなってしまった。会社は大きくなってしまった。なあ、もう今度後から教育の方で追いかけていくのが大変なことになる。だからそれは AKB グループ関係の、僕から提案した欅坂、現在名称桜坂ですけども、ああいったところにはある程度のことは言っています。で、まあ君の名はとか新海誠監督と組んで、まあ、曲を発表していくという形のラッドウィンプスさんたちにも絶対髪の毛染めちゃダメだよとか、ピアスとか論外だよっていうことは伝えてます。で、彼らはそれを守ってます。それするとああなるよこうなるよを確か言ってたはずです。で、これはね、もうはっきり言って芸能界全員が認めりゃいいんですよ。淡井さんの言う通りしっかりと当たり前のことをみんな義務教育で受けてるんだから、それ守ってりゃよかったんだっていうと、まずそこから。で、そこから六法全書とかを各自がある程度購入して、自宅で勉強するプライベートの時間帯。まあそういうふうな動き方にシフトチェンジしなかったら無理ですね。で、正直言います。317番台見てもらった方が早いです。ある程度の法律名を出してます。まあ、あれだったら1時間もかからずに読み込めますね。で、それでかなりの法律名は出てきてるので、その法律名を照らし合わせてね、何々法っていうのを六法全書で見てね、目次で。で、第何条に、ああ、こういうのがあるんだ、ああいうのがあるんだを見てもらった方が早いんだと思いますよ。現実的にはね。大体、
あの労働者として働いてきた人たちとかで訴えるとしたら、あの手の法律あたりが軸になってくると、まあ、他にも抜けてる法律名あるかもしれませんけども、あんまり細かいこと言い始めたらね、まあ、それだけでもだいぶ見てもらったら自分の人生役に立つなっていう部分はあると思います。以上です。ですので317番、各報道機関の人たちが一応目を通しておくっていうことと、できればね310番台あたりから今回訴訟してる令和5年第485号、ああ、カッコは抜けてましたね、令和5年カッコはですね、第485号について詳細見てもらったら、医療機関がどれだけ金の亡者になっていたかっていうことがよーくわかります。だから医療機関も正さなきゃなんないし、その他もいっぱいありますね。それを早急に書かなかったら少子化の脱却はできない、最終的には法改正なんですけども、それも早急に行ってもらわなきゃなんない、人材派遣業法や日給出来高歩合もいらない、あんなものがあったら結局最低賃金法を下回るようなケースで働かせるようなケースが続出します。これが世の中のね、実態ですんで、その辺込みで、それぐらいのことがもう30歳超えてる報道機関の方だったら覚えて、お仕事していただきたいなと思います。これはジャーナリストの方含めてです。これで新聞に記載する、まあ、書き込んでいくような内容は変わってきますんでね、まあ、皆さんそこ頑張って踏ん張ってください。1週間もあったら、覚えれることなんで、よろしくお願いします。この内容を、各報道機関の人たちにお伝えしてください。解体キングダムとかも、重要です。ちょっとそこの見極めですね、今僕は早急に行わなきゃならないのは、1年8ヶ月ですよ、解体するのに。たった一つのビルが貿易センタービル程度で、もっと大きな建物いっぱい作っちゃってるんですよ。で、まあ50階建て以下で、まあ12階建て以上のビルで見ると東京都は山のようにあります。で、12階建てのビルだったらまあ4ヶ月ぐらいかな、まあ大きさにもよるんですけども、その